政府は北朝鮮が今日午前、弾道ミサイル1発を発射し、日本を飛び越えて太平洋に落下したとみられると発表しました。県内で被害の報告はありません。浜田防衛大臣によりますと、発射されたのは過去にも発射されたことがある中距離弾道ミサイル火星12型と同じ型の可能性があります。政府の発表によりますと、北朝鮮は午前7時22分ごろ弾道ミサイル1発を発射、青森県の上空を通過して太平洋に落下したとみられます。 J アラート、全国瞬時警報システムでは青森、北海道、東京の島嶼部が対象地域となりました。最近の度重なる弾道ミサイルの発射に続く暴挙であり、強く非難をいたします。県は今朝、危機対策課で朝鮮半島情勢等に関する情報室連絡会議を開きました。新潟県の上空をミサイル飛ぶようなことではなかったので、やはり日本でですね、日本の沿岸で操業している新潟県の県籍の漁船がですね、安全かどうかというところを中心に確認をしたところでございます。これまでのところ、県関係の漁船の被害や県内への影響は報告されていません。日本を横断したミサイルに県民は、ウクライナ戦争とかもやってるので、まあ、なんていうんですか、ちょっと唐突でちょっとびっくりしました。やっぱり日本の、領土を脅かすようなミサイルですので、それはやっぱり岸田内閣の方でも敵近北朝鮮の方に、抗議してもらえればなと思います。県は今後も国の発信する情報に注意し、落下物などを見つけても近づかないよう呼びかけています。